リンプビズキットは、アメリカ合衆国のニューメタル、ラップメタルバインド。マリファナを吸い、オーバーヒートしラリラリのクレイジーになっているとある、ローディのおつむの状態を表したというエピソードと、絡めて、リンプビスケットというスラングをもじり、名付けられた。バンド名の後半部分がビスケットビスケット、ビズキット、というようにスペルがひねられているが、リンプビスケットもしくは、 リンプビスキットというものが英米圏での発音により近いカタカナ表記である。しかし、レコード販売元であるユニバーサルミュージックジャパンをはじめ、日本国内での各種メディアにおけるカタカナでのバンド名表記はリンプビスキットとなっている。ジャンルとしてはヘビメタルとヒップホップを融合したラップメタルに分類される。フレットの噛高い MC とウェスの奏でる変態的とも言える。 独特のギターサウンドが持ち味であるまた1980から90年代のポップスロックにもこだわっているようでこれまでにジョージマイケルのフェイスにザフービハインドブルーアイズモトリークルーホームスウィートホームザバーブビタースウィートシンフォニーの3曲のカバー曲をアルバムに収録ライブでもニルバーナのユーノーユーアーライトやハウスオブ ペインのジャンプアラウンドなども披露している。ブラックフラッグのヘンリー・ロリンズは俺が17歳だったら最高に好きなバンドだった。と語っている。しかしアンチハモーリ、レイジュ・アゲンスト・ザ・マシーンのザック・デラ・ロッチャは僕たちが積み上げたヘビロックの歴史はリンプ・ビズ・キットが700万枚売り上げた日に崩れ去ったと発言するなどして嫌をしている。他にトゥール、 アパーフェクトサークルのメイナード、スリップノット、ストーンサワーのコリー・テイラー、ヘッドポリエチレンのジャレット、マリリン・マンソンなどがリンプを名指しで批判するなど敵は多い。とはいえ、スリップノット主催のフェスノットフスとジャパン2014の出演が決まっていることなどを考慮すると、現在は少なからず認められているようである。中でも最も有名なのがエミネムとので、もともとは 同じレーベルに所属しともにツアーを回るなど有効な関係であったが、DJ リーサルの元バンドメイトのエヴァーラストとエミネムの DJ とが争った際に、DJ リーサルがエヴァーラストを擁護したことで関係が悪化。エミネムが自身の楽曲イザウトミーの中でリンプを批判するなど絶縁状態となったが、現在は和解した模様。ただ、そうしたアーティストたちの中にも、 リンプビズキットのパフォーマンスを評価する人は多い。ウェス・ボーランド、ありがとうございます。